ごほん、それではいよいよ発表するにゃん。今回の妖怪似顔絵はこれにゃん。山口県のゆずちゃんさん5歳が描いてくれたジバニャンニャン。ハートが描いてあってラブリーニャン。腹巻きの黄色もグーニャンよ。ありがとうニャン。にゃあ、寝ながら食べるチョコ棒は最高にゃん。うん、もう一本おかわりにゃんと。にゃ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 、大変にゃん。ミス、どこかにお出かけでミスか。ストックしてるチョコ棒がなくなったから買い出しに行くにゃん。そういうことでしたら私もお供しますよ。暇でミスから。あれはチョコボ工場のトラックに間違いないでウィス。ってことはあれについていけばチョコボ工場にたどり着きます。このチャンスを逃してはないな。ウィス、ヤッハー、私の扱い雑すぎじゃないでウィスか。なんじゃこれ。チョコボのすだれでウィス。いただきます。さては、あーた最初からここでチョコボたらふくただくいする気でウィスだね。どうやらこれがチョコボの原材料のチョコレートみたいでウィスね。めっちゃいっぱい運ばれてるにゃん。ごめんごめん、一旦ごめんウィス。一旦ごめん、何してるにゃん。なんで妖怪がチョコボ工場にいるでウィス。ごめんごめん、一旦ごめん。ここでのお仕事は今妖怪たちに大人気なんですよ。そうにゃん、だから俺っちもバイトしたいにゃん。やっぱりただでチョコボを食べたいだけでウィスね。それでここはどんなことするえ。